開運×スタートアップっていう掛け算をやる方が面白いなっていうふうに最後すごい腹落ちしてやってみなはれっていうことにはなりましたですね。スタートアップ同士 TV。 はい、皆さんこんにちは。スタートアップ投資 TV ガゼルキャピタルの石橋です。今回もですね、この番組は変化さんにスポンサードいただきながらお送りをさせていただいております。川南さん、いつもお世話になってます。今回から僕自身久しぶりのスーパーエンタープライズ企業 CVC の方とがご出演なんですけれども、 MOL プラスの代表の坂本さんにご出演をいただいておりますので、坂本さん今回からよろしくお願いします。場合によってはですね、視聴者の方々、はい、MOL プラスと聞いても、何の、いや石橋なんかさ冒頭で超エンプラとか言うてるけどあれ MOL って会社あったっけみたいなところあるかもしれないので、自己紹介も兼ねてですね、そもそも坂本さんがどういうご経歴でってお話しいただく中でおそらく皆さん気づいていただけるかなと思うので、まずちょっとご経歴的なところからお伺いしていければと思うんですけれども、当時というか学生時代はなんかどんなことされて、どういういきさつであの事業会社に就職されてらっしゃるんですか。一言で言うと結構海外のビジネス好きだなっていう、ことだけですね。なるほど、はい、なるほど。我々 MOL プラスというのは商船三井の、コーポレートベンチャーキャピタルということで、商船三井の英語名が三井 OSK ラインズということで、その略称で MOL ですと。なるほど。外交海運業ですので、世界中で資源なりコンテナを輸送するっていうビジネスですので、海外だなと。で、じゃあ就職活動の時に、その海外で仕事しようという目線感で、じゃあ商船三井さんも、受けられて、そのままじゃあ新卒で入られたって感じなんですね。はい、今でいうと、じゃあ新卒からのキャリアって何年目ぐらい取られるんですか。この4月で11年目っていうことになりますね、あっという間に。はい、新卒当時って僕自身全く海運業って本当に想像できないんですけど、何をやるんですか。やはりですね、 B2B のビジネスでの売上高ほとんどなので、そういう意味で知名度は低めなんですけれど、基本的に大型船でですね、船のサイズ的には300メーターとか400メーターなので、東京タワーを横に倒してちょっと長いぐらい。分かりやすい。で、資源なり液化天然ガス LNG ですね、今高騰してますけど、であるいは自動車とか、あとはその一般的な商材を扱うものは箱にどんどん詰めていくの でこれをとにかく世界中に輸送することで、そこのプレートですね、運賃をいただく、これが元々の歴史的な、いわゆる今でもそうなんですけど、コアビジネスのところですね。逆にその新卒で入社されると、どういったところからその社内でのお仕事って始まっていくんですか。僕の場合はまず鉄鉱石扱う部署でですね、なのでお客さんがそういう鉄鋼メーカーさんとか、日本とか韓国とかそのあたりだったんですけれど、やっぱ商材によって分かれてるっていうのは多いんですよね。でこれは10年前やっぱ商材に分かれてて、で私もキャリアとしては鉄鉱石をやったり自動車をやったりっていうことで、今来てますね。ただちょっとそこも船で物を運ぶっていうだけじゃなくなってるっていうのは、この CVC の設立も若干関わってくるんですけど、今は船で物を運ぶっていうところがコア事業として残しつつ、ちょっと他のビジネスも始まってきてるっていう、そういう感じですね。なるほどですね。逆になんかいわゆる、よく CVC を始めていくぞってなると、じゃあ経営企画室の人がやられていたりとか、場合によっては M&A 部門の方がやられていたりとか、いろんなケースがあると思うんですけれども、なんか坂本さんご自身の場合って、もしくは MOL プラスさんの場合ってどういう文脈で始まっていくんですか。私の場合社内企業制度の、そういう意味では一期生でもあるんですけれども、ひとまず手を挙げてみて、で結論的にはそれで最終的に提案したのが、CVC だったっていう背景的にはそうなんですよね。だいぶでもなんか飛んでますよね。なんか飛んでます、普通だって社内企業制度使って普通実業提案するじゃないですか、新規事業だとは思うんですけど、なかなかそこで CVC、VC をやろうっていう方いらっしゃらない気もしますし、ある意味なんか海運業って非常にレガシーな産業と、投資業って非常にニッチな産業で、なんかすごく距離が離れていると思う中、なんでそもそも投資業で新規事業で手を挙げていくというか、そこを提案していくという、なんかどういう流れなんですか。そうですね、最初やっぱり社内企業制度に手を挙げた時って、いわゆるイントレプレナー、社内からの起業家ということなんで、商船三井なり海運業のこう未来を考えるビジネスアイデアを提案してやろうと思ってたんですよね。で実際に10個も20個も考えてみたんですけど、なんかやっぱりいろいろマネタイズ難しくって、でその時にいろんな相談をしてた相手にスタートアップのまさに友人とかがいたんですよね。なんか会社でこういうの始まったから絶対面白そうなんだけどっていう話をして、コミュニケーションしてた時に、
まあ、むしろ海運業っていう売りを生かすんであれば、スタートアップ企業的にやっていくっていうのも面白いけれども、CVC という座組があるぞと、だからそういう意味で社内企業制度に手を挙げてからいろんなスタートアップ界隈の人とお話しするときに知ったんですよね、そういうのがあるっていうのも。だからファイナンスバックグラウンドじゃなかったんで、はいはい、なかなかその座組っていうのも正直あんま知らなくて、自分の友人でもスタートアップ企業やってる人ってすごいやっぱ熱量もそうだし優秀だし、なんか一緒に組んだら面白いなっていうのが最後勝ったんですよね。自分でやっていきたいっていうよりかは、まあ、海運業でそういう CVC っていうのもないっていうのも調べていくうちで分かったんで、そういう意味では旗の立て方としては、あの海運×スタートアップっていう掛け算をやる方が、うん、あの面白いなっていうふうに最後すごい腹落ちして、まあ、やり始めたっていう経緯ですね。逆にそのまさに海運業でまだその CVC がなかったっていうところに立ってしまうと、はい、社内で提案をプログラムがあったとはいえどしても、はい、通らないっていうのが結構割とたやすく想像できてしまうなと思うんですけど、なんかよく通りましたねっても変ですけど、なんか会社の方向性としてもちょうどタイミングも良かったというか、どういう経緯でしっかり立ち上がっていったんですか。いわゆるその事業化検証を一定期間それに 100% コミットしてやることができるための最初の審査があって、まあそれを予選と呼ぶとすると、最終的にやっぱ投資計画分を会社の投資ポートフォリオから一部 CVC 投資計画としてくださいっていう時は、これは経営会議決裁になるんで、やっぱ決勝に行くまでの道のりは決して短くはないんですよね。まあそういう意味では結構時間はかかるというか、まあそれなりにこう説得していく必要があるので、もともと社内にそういう CVC というアイデアがもともとあったわけではなかったんで、ここはそれなりに時間というか苦労はありましたね。でも最終的にじゃあ会社としての方向性としても合致してっていうところだったんですかね。そうですね、そこはおっしゃる通りで、特に資源をその輸送するということに関しては、そこに対してそれだけでいいのかっていうお話は、まあ、社内で結構課題感としてあって、その中で我々は今船で物を運ぶだけではなくて、海洋事業ということで、はい、要は海の上で行う、例えば洋上風力発電みたいなビジネスとかそうですけれども、うん、ここに関わっていこうと、海の会社として、うん、っていう話までは経営の方向性としてあったんですよ。さらにそれだけでもいいのかっていう話もどんどん出てくる中で、そもそもあんまりその知らない業界の人と情報交換しながらビジネスを生み出していくっていうのがやってない業界なんですよね、うんっていうのがある中で、結構そこで他産業の人といろいろ情報を取りながら、まあ、エコシステムに出ていくっていうことそのものが、まあ、会社ができてないまさに課題の部分だったんで、まあ、そこは最後一番経営陣にも響いた内容にはなりましたね。ちなみになんか業界未経験でもいらっしゃって、あの M&A とかの部門にいらっしゃったわけじゃない坂本さんが今代表としてやられているのって、はい、結構経由というか珍しいんじゃないかなと思うんですけど、それはなんかスムーズに決まったんですか。やってみなはれっていうことにはなりましたですね。私は言ってたのは起案者なんで、はいはい、やっぱそのスタートアップさんと直接やり取りする時のフロント人材としての、まあ、責任者的なところはやらせてくれと、はい、逆に事業化検証で自分もいろいろカンファレンスとか出ながらネットワークは作ってはいたので、坂本適任だろうと。突然キャリアチェンジされたって感じになるんですかね。まあそうですね、やっぱりあのコアビジネスの方で、まあ、それはそれですごい楽しいんですけど、大きい商材をこう世界中で回すっていうビジネスなんで、これは海運業の間違いなく魅力なんですけど、今回これを機にかなりキャリアチェンジになりましたね、はい。今回まず坂本さんがどういう経緯で MOL プラスさん作っていらっしゃったかというところは簡単にはお伺いしてまいりましたが、次のパートでそもそもその立ち上げられている MOL プラスさんがどういうファンドなのかであるとか、どういう特徴を持っているのかというところをまた詳しくお伺いしていきたいと思っておりますので、次回もぜひよろしくお願いします。それでは皆さん最後までご視聴いただきましてありがとうございます。今回も良かったなと思っていただいたらグッドボタンですとかコメント欄にコメントもお待ちしております。それでは次回の配信でもお会いしましょう。さよなら。